TV アニメ魔法少女リリカルなのはシリーズが本日10月1日に15周年を迎え、記念イラストが公開された。また15周年記念イベントリリカルライブのデイ2が1月19日日曜日に開催されることも発表。キャラクターソングコンプリートボックスのジャケット画像や新曲情報も解禁となった。さらに YouTube 公式チャンネルにて過去シリーズ3作品の期間限定配信が決定。本日より毎日1話ずつ公開するとのことだ。 TV アニメ魔法少女リリカルなのはシリーズが本日10月1日に15周年を迎え、記念イラストが公開された。また15周年記念イベントリリカルライブのデイ2が1月19日日曜日に開催されることも発表。キャラクターソングコンプリートボックスのジャケット画像や新曲情報も解禁となった。さらに YouTube 公式チャンネルにて過去シリーズ3作品の期間限定配信が決定。2004年に放送された第1期以降、エース、ストライカー S など続編が制作、放送されたほか、アニメ映画や漫画、ゲームなど多くの媒体で展開し、ファンを増やし続けてきた。2017年7月には完全新作映画の前編にあたる、魔法少女リリカルなのは、リフレクション。2018年10月には後編にあたる魔法少女リリカルなのはリトネーションが公開されている。あるある魔法少女リリカルなのはリトネーション動員10万人突破の好調スタート。初日満足度ランキングでも上位にランクイン。15周年記念イベントリリカルライブデイ2は1月19日日曜日に開催決定。15周年記念イベントリリカルライブの2日間開催が決定。すでに告知されていた2020年1月18日土曜日に加え、デイ2が1月19日日曜日に開催となる。さらにシャマル役湯の木涼香、ザフィーラ役一条和也の追加出演も発表された。一体どのようなライブが繰り広げられるのか、今から期待が高まる。イベント情報継承略。15周年記念イベントリリカルライブ日時デイ1、2020年1月18日土曜日会場16時開演17時予定。デイ2、2020年1月19日日曜日会場14時開演15時予定。会場国立代々木競技場第一体育館。抽選結果当選落選および座席は期間内にお申し込みいただいた方の中から抽選で決定いたします。チケットが必ず確保できるというものではありませんので、あらかじめご了承ください。受付 URL https://pureJupbunanoha19CD 登録発表。2019年12月5日木曜日18時頃。魔法少女リリカルなのはキャラクターソングコンプリートボックスジャケットを公開。11月20日水曜日発売の魔法少女リリカルなのはキャラクターソングコンプリートボックスのジャケットが公開となった。なのは、フェイト、ハヤテの3人、それぞれの子供と大人の姿が描かれた、なのは、シリーズのこれまでの歴史を感じさせるイラストとなっている。加えて、
このアルバムのために書き下ろされた新曲3曲プラス新録1曲の詳細も発表。イリスとユーリによる初のキャラソンや、ナノワとフェイトの新曲などが収録となる。同商品には、リリカル、ライブデイ2のチケット優先販売申し込みシリアルも封入されるので、ぜひチェックしていただきたい。2004年に放送された第1期以降、エース、ストライカー S など続編が制作、放送されたほか、アニメ映画や漫画、ゲームなど多くの媒体で展開し、ファンを増やし続けてきた。抽選結果、当選、落選及び座席は、期間内にお申し込みいただいた方の中から抽選で決定いたします。チケットが必ず確保できるというものではありませんので、あらかじめご了承ください。なのは、フェイト、ハヤテの3人、それぞれの子供と大人の姿が描かれた、なのはシリーズのこれまでの歴史を感じさせるイラストとなっている。商品情報、継承略、魔法少女、リリカルなのは、キャラクターソングコンプリートボックス、初回生産限定発売日、2019年11月20日、水曜日、品番、期価、92,562 から7、CD6、マイク2価格、12,000円、税別発売元、セブンアークス販売元、キングレコード封入特典、リリカル、ライブデイ2、チケット優先販売申し込みシリアル、新曲、新録を含む、ディスク6の収録内容。1、明日への風。YouTube 公式チャンネルにて、魔法少女、リリカルなのは過去シリーズ期間限定公開。YouTube 公式チャンネルにて、TV アニメ過去シリーズの期間限定公開が決定。魔法少女、リリカルなのは、魔法少女、リリカルなのはアルスクを、S、魔法少女、リリカルなのはストライカー S の3作品を、本日から毎日22時に1話ずつ、順次公開していく予定とのことだ。魔法少女リリカルなのは、シャープ1のみ10月1日0時配信。公開スケジュール、魔法少女リリカルなのは、10月1日から10月12日22時配信、シャープ01。は、10月1日0時配信、魔法少女リリカルなのは、アルスクオ、S、10月13日から10月25日22時。配信、魔法少女リリカルなのは、ストライカー S 10月26日から11月20日22時。配信、第1話、コピー、ナノハ 15th。あるある、魔法少女リリカルなのは、デトネーション。動員10万人突破の好調スタート。初日満足度ランキングでも上位にランクイン。15周年記念イベント、リリカル、ライブデイ2は1月19日、日曜日に開催決定。15周年記念イベント、リリカル、ライブの2日間開催が決定。すでに告知されていた2020年1月18日、土曜日に加え、デイ2が1月19日、日曜日に開催となる。さらに、シャマル役、湯の木涼花、ザフィーラ役、一条和也の追加出演も発表された。一体どのようなライブが繰り広げられるのか、今から期待が高まる。イベント情報、継承略、15周年記念イベント、リリカル、ライブ日時、デイワン、2020年1月18日、土曜日、会場16時、開演17時、予定、デイツー、2020年1月19日、日曜日、会場14時、開演15時、予定会場、国立代々木競技場第一体育館。受付 URL、https、ピュアジュップブナノハ 19CD 登録発表、2019年12月5日、木曜日18時頃。
魔法少女リリカルなのはキャラクターソングコンプリートボックスジャケットを公開。11月20日水曜日発売の魔法少女リリカルなのはキャラクターソングコンプリートボックスのジャケットが公開となった。加えて、このアルバムのために書き下ろされた新曲3曲プラス新録1曲の詳細も発表。イリスとユーリによる初のキャラソンやナノワとフェイトの新曲などが収録となる。同商品にはリリカルライブデイ2のチケット優先販売申し込みシリアルも封入されるので、ぜひチェックしていただきたい。商品情報、継承略、魔法少女リリカルなのは、キャラクターソングコンプリートボックス、初回生産限定発売日、2019年11月20日、水曜日、品番、期価、92,562 から7、CD6、マイク2価格、12,000円、税別発売元、セブンアークス販売元、キングレコード封入特典、リリカル、ライブデイ2、チケット優先販売申し込みシリアル、新曲、新録を含む、ディスク6の収録内容。1、明日への風。YouTube 公式チャンネルにて、魔法少女リリカルなのは過去シリーズ期間限定公開。YouTube 公式チャンネルにて TV アニメ過去シリーズの期間限定公開が決定。魔法少女リリカルなのは、魔法少女リリカルなのはアルスクを、S、魔法少女リリカルなのはストライカー S の3作品を本日から毎日22時に1話ずつ順次公開していく予定とのことだ。魔法少女リリカルなのはシャープ1のみ10月1日0時配信。公開スケジュール、魔法少女リリカルなのは10月1日から10月12日22時配信シャープ01。は、10月1日0時配信、魔法少女リリカルなのは、アルスクオ、S、10月13日から10月25日22時。配信、魔法少女リリカルなのは、ストライカー S、10月26日から11月20日22時。配信、第1話、コピー、ナノハ 15TH。